今回は都城市高城町大出の物件を紹介します。今回の空き家の近くには牧之原古墳や神長姫の像などもあります。市内から北東に位置する高城町、宮崎市内へのアクセスも良いです。山の口のスマート IC が近くにありますね。それでは行ってみましょう。荷物置いてますが、結構広い玄関ですね。廊下部分もスペースあるので、正面に棚とか置いてもいいですね。部屋を囲うように縁側があるスタイル良いですね。あえてこちらから回り込んでみましょう。立派な床の間ですね。これは何でしょう？暖炉風の棚？荷物は撤去されます。エアコンは必要でしたらそのままで。ここお風呂と洗面所みたいでしょ。違います、トイレです。この扉はダミーです。ここがお風呂ですね。脱衣所と洗濯機置きスペースですね。お風呂は少し狭いですが綺麗です。シックな洋室ですが、床の一部が抜けそうなので補修が必要です。ここ沈みました。収納たくさんありますね。
窓の手前にあるこのちょっとしたスペースが良いですね。なぜ台所とお風呂をつなげる？ここにもエアコンあります。綺麗に手入れされたお庭ですね。ここが農地になります。ご購入検討される方はご相談ください。カーポート付きのガレージあります。